西宮市教育文化センターは、日本の兵庫県西宮市が設置している、図書館、博物館から構成される複合型の公共施設で、ある。1985年7月10日、西宮市役所の南隣にあった、西宮市立図書館の新本館及び、新設が決まった西宮市立郷土資料館の一体型施設として、開館した。2002年には、 1945年の西宮空襲による被害をはじめしないの戦争関連資料を展示する西宮市平和資料館が開館している。近郊には西宮市大約記念美術館や施設で私立郷土資料館よりも9年早く1976年に開館した辰馬高校資料館も立地している。西宮市立中央図書館、西宮市立郷土資料館、 西宮市平和資料館、西宮市民ギャラリーの4施設で構成されている。4館7分室で構成される、西宮市立図書館の本館。市内には、本館のほかに、地域拠点館として、北部図書館、鳴尾図書館、北口図書館の3館がある。1985年7月10日開館。西宮市に関する歴史資料の収集、調査、研究を行い、 実物やジオラマの常設展示を実施している。収蔵資料は約4万点に上り、主要な展示物は、具足塚古墳の出土品、奈良伊佐との酒を西宮から江戸へ運んだ、村海線の模型、明治、大正期の紅葉園の絵はがきなど、約250点。2002年には、市内北部の西宮市立なジオ小学校の、 二大施設だったナジオは私学習館を文館として編入している。2013年、兵庫県で28番目の登録博物館となった。入館無料。開館日は、中央図書館に順次、毎週月曜日と年末年始が休館。その他、臨時休館日が設定される場合がある。2002年開館。戦時下の西宮市における市民の生活や、 学童疎開、1945年の西宮空襲による被害など、戦争体験の継承を通じて、平和の大切さを訴えることを設置目的としている。入館無料。開館日は中央図書館、郷土資料館に準じる。センターの2.3階に、ギャラリー専用の展示室4室を設け、絵画展や写真展などの利用に供している。市内に本社を置く。 双葉科学商会が指定管理者としてギャラリーの運営を受託。阪神本線高路園駅から南へ徒歩5分。もしくは阪神バス、阪急バス、川東町バス手上車。駐車場は用意されていない。西宮市立郷土資料館に関するカテゴリー。西宮市平和資料館に関するカテゴリー。ありがとうございます。